あ、始まってるね。はい、おはようございます。絵画高等買取プロ集会堂の田中です。これはね、牧野邦夫という人の作品です。この作品はもうお買い求めいただいたかもしれませんけども、まあ、牧野邦夫という作家のね、すごく面白い作家であるということは、僕もね、比較的最近気がついて、やっぱり日本の写実の歴史ってのありますけど、写実というよりもその一種の幻想絵画の世界なんですよね。で、自画像が多いのも特徴で、これも自画像ですけど、男子の自画像っていうのはある種ナルシスト的なそのイメージを抱くんですけど、なんかもっと違う何か深いものを感じさせる自画像で、まあ、僕は彼の絵がとても好き で、この今回この展覧会に来ていただいた方も牧野邦夫とよくよくすごくよく知ってるお客さんが来てちょっと驚きましたけども、牧野邦夫の作品をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ分けていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よいしょ。絵画骨董買取プロの連絡先はフリーダイヤルで0120いつも骨董126-510でございますので、ぜひこちらまでお問い合わせください。はい、ありがとうございました。